おはようございます。23時所属 3SKM のケイタンと先駆ける星子と鍵屋の海星と申します。どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。まさかみんなにおはようございますよ直接言う日が来るとは、こんなにも早く来るとはね。まあ、土日朝活は初配信の時点でやろうっつっとったんか。そっか。おはよう。ねえ。いや、全然寝とらん。いや、2時間ぐらい寝たっちゃけど、そもそもね、だいたいあれやねんな。2時間か1時間寝ては起きて、なんかこう、眠たいけど寝れない状態が続きつつ、それを6時間ぐらいずっと繰り返すみたいなことがね、すごい多いというか、そんな感じやねんな、普段は。ねえ。今日卒業式な。へえ。あ、そっか、もうそんな時期か。ええ。あれ、今日卒業式よっていう人おる？とか、もう卒業したよっていう人。あ、声ね、ごめんね。昨日さ、リズム天国っていうゲームをやっとって、声を張りすぎた。あ、卒業した。おめでとうございます。まあ、中学生、高校生と、まあ、大学生もあるんかな、もしかしたら。まあ、卒業っていうのはね、別れであり、出会いであり、なんてことをね、よく言われてますが、まあ、新たなる門で大変めでたいことですのでね、胸を張って前を見て、明るいね、未来目指して頑張っていっていただければなと思います。しかし、悲しいことに社会人というのは全員が全員ね、輝かしい、明るい未来をつかめるわけではありません。それが現実です。そんな甘いことを僕は言えない。でも大丈夫、生きとけ、なんとかなる、頑張って、諦めないこと、これが一番大事だと思うよ。僕は新社会人はとりあえずニーサに突っ込みなさい。大学生も余裕があればとりあえずニーサに突っ込んどきなさい。何かわからんと思うけど、とりあえず海星くんこんなんいいよったなと思って、そこら辺だけ自分で調べてみなさい。僕もそんな詳しいわけじゃない。今度ネスに教えてもらう予定。今度ネスに教えてもらうんだ。ネス教えてーっつって。焼肉行きたい。いや、今さ、あれやね、3SKM の3人で、また飯行こうぜ。なんか、デビューしてからの飯、まだ行ってないけんさ。なんだ。なんていうんか。焼肉行くか、カニ行くか、とか、韓国系の店行くのか、何食おうか、つって、迷っとうところ。また、飯行ってきたら、なんか話すわ。何食べ行ったっけな、いろいろ食ってるよ。いろいろ食ったかな、うん。中は多分いい方じゃないの、知らんけど。わりかし馬が合うよ、三人とも。いい意味でこう、同じような人間がおらんけん。一人はパチンカスやし、一人は主人公やしって。ね、いい同期に恵まれたなって思っとるよ。もちろんいい先輩たちにも恵まれたんじゃないかなって思います。はい。いやでもさ、パチンコやってみたいねんな。パチンコやったこと、ほんと2、3回しかなくて、上司の付き合いで行って、1万円渡されて、適当に打っとけって言って、1パチの、戦機絶唱シンフォギアをずっと打ったことしかないんだ。パチ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 って。ルールとかまんまわからんけんさ、いつかネスに教えてもらおうと思って。おはようネス。おはよう。起きとったか？違うな。寝てないっしょ。お前寝てないでしょ。わかるよ、僕には。どうせ寝てないんやから。
どうせ寝とらんけんな。わかるよ、僕は。そう、いや、行きましょうね。間違いなく行こう。あの、優先も誘っていこう。あいつ当てそうなんだよな。2,000〜3,000円で当てそう、優先なんか。で、レスーっつって。この光ったボタン何っつって。あ、それをしたらね、確率で当たるんだ。ポチバーンっつって。EOR 前に押してから当たり引きそうみたいな。カチバーンっつって。多分そう。主人公やから。で、なんかめっちゃ光っとんやけど。あ、それ当たりって。へえ、これが当たりかーって。淡々とやってそう。あ、待って、なんかあったぞ。ファンアートでさ、あの、3S ゲームのなんか3人書いて、ネスを引っ張り、ユーセイが切れながらネスを引っ張って、あの、僕が笑ってる、あの、何?画像があったけど、めちゃくちゃ解像度高くて面白かった。おもろっつって。いや、今ね、あの、ファンアートめちゃくちゃ上がっとってすっごい嬉しくて、でも、リツイートしすぎてもさ、こう、ね、タイムラインを荒らしちゃうかなと思って、でも、いいねだけするのも忍びでえなと思って、ずっと眺めと。つって。いいイラストを描くじゃないのって言って。ニタニタしながら見とるよ。いつね、まあ、なるべくあの、迷惑かからん時間帯にしてえなと思っとるな。あ、今日のもね、今日もあの、イラストお借りしました。ありがとうございます。あの、概要欄に、何ですか?あの、お借りしたイラストのツイートを貼らせていただいてますので、皆さんよければいいねリツイートしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。よし。あ、エペね、エペはね、いつかやろうって言ってんな。あの、3人でもいいし、なんか誰かの教え、ちょっと教えてもらいたいなとかも、なんかあるけん。弱いんだよね、エペ普通に。いや、モンハンやりたいねんな。モンハンやりたい。でもさ、ちょっと一人でやるの寂しいけんさ、ね、あの二人を誘ってやろうと思う。モンハンやろうぜ、つって。ねえ、待って。一個あった今日やろうと思っとってことよかった思い出して。皆さん。今、ツイッター上で、少しだけ、話題になってるやつ知ってますか?この問題を。このトピックご存知ですか?ファンマークどっちやねん問題。ね、あ、いや、僕がね、多分初配信の時に、蛇が先で鍵が後だよって言っちゃったんやけど、あのね、その自分のさ、その、手元にあるやつを見に行ったら、鍵が先やってんな。鍵先蛇跡やってんな。そう。ごめんね。ごめん。ツイッターも多分今変わってる。うん。変わってる。一旦鍵先蛇跡にしてもらっとっていい?一旦ね。一旦。この現代風の鍵。現代風の鍵プラス蛇でお願いいたします。はい。鍵屋なんでね、こう見えて。カーソルの子の名前。ああ。こいつの名前。せやな。じゃあ、ひらがなでヨルムンガンドで。こいつの名前はひらがなでヨルムンガンドでお願いします。ヨルムンガンドくんです。いや、ちゃんかもしらん。わかんない。ヨルムンガンドちゃんくん。帰ってもろて。よし。かっこいいでしょ。ね。適当に言っとるけん、後で後悔するんやろうな。ね、ヨルムンガンドくん見せてよって。は?何それ?って言っちゃうんやろうな、どうせ。ああ、これでまた怒られちゃうんだ。嫌な未来がよぎるぜ。